続いてもう皆さんテレビでもおなじみ、そしてこの仙台の地、東北大学ともゆかりのある米医師をご紹介いたしましょう。共産党書記局長小池晃参議院議員です。小池さんお願いします。皆さんこんばんは。日本共産党の小池晃です。学生時代を過ごしたこの仙台で4野党の共同街頭演説、桜井満さんを勝たせていただきたい、訴えることができて本当に嬉しく思います。特に東北大学のちょっと後輩の枝野幸男民進党幹事長と並んで仙台で訴えることができる、こんな嬉しいことはありません。そうだ。でも皆さん喜んでばかりいるわけじゃいかない。必ずこの選挙勝とうではありませんか。桜井満さんは私も同じ医者であります。参議院の本会議場隣の席です。去年からずっと選挙一緒にやろうね囁き続けてまいりました。そして全体の野党統一候補の一番最初に決まったのが桜井満さんではありませんか。負けるわけに絶対いかない選挙で、皆さん今度の選挙、なぜ共産党は野党の共闘に踏み切ったのか。安倍政権というのがあまりに異常であまりに危険な政治だからであります。国会議員は大臣は憲法を守らなければいけません。憲法違反の法律を国会は作ってはいけないんです。ところが安倍さんは私が最高責任者だ、その一言で誰が見ても憲法違反の法律を強行した。憲法よりも自分が偉いと思っているような総理大臣、個人の上に国家を置くような政治体制、これを許していたら日本は独裁国家になってしまうではありませんか。だから野党は力を合わせてます。安倍さんは安保条約や自衛隊で政策の違う政党が一緒に選挙をするのは許せないと言って、許せないのは憲法を壊した安倍政権ではありませんか。私たちは今安保条約すぐなくそうとか自衛隊すぐなくそうとかそんなこと一言も言ってない。専守防衛の志を持ち、熊本の地震でも、そして何よりこの東日本大震災で大きな役割を果たした自衛隊員の皆さんを海外の戦場に送って殺し殺される、こんなことをしてはいけないという点でみんなが一致しているのではないでしょうか。安倍さんはこのことが分かんない。民主主義というのはいろんな立場の違いを超えて一つの目標に向けて徹底的に議論をして進んでいく、それが民主主義なんだ。安倍さんこういうの嫌いなんです。安倍さんが右に向けって言ったらみんなが右を向く、安倍さんが左に向けって言ったらみんなが左を向く、これが安倍さんの好きな社会。皆さん今度の野党共闘を成功させて民主主義ってこれだ、これを示していこうではありませんか。アベノミクスも問われてます。安倍さんはいつも言いますね、アベノミクスは道半ば。でもどうでしょうか、1年経っても道半ば、2年経っても道半ば、3年経っても道半ば、いつまで経っても道半ばではありませんか。道半ばじゃない、道の向きが間違ってんです。企業が世界で一番活躍しやすい国を作るとおっしゃった。確かに大企業の収益は過去最高になってます。でも働く人の実質賃金5年連続低下をし、個人消費は戦後初めて2年連続マイナスになった。皆さんの大事な年金積立金を勝手に株式市場に突き込んで、なんと昨年5兆円もの穴を開けてしまいました。4月5月6月でさらに5兆円、合計10兆円です。安倍さんのポケットマネーじゃないんです、皆さんの大事な老後の財産ではありません。
ませんか。アベノミクスのために皆さんの年金積立金まで使う、こんな無法なアベノミクスをいつまでも続けていいわけがありません。安倍さんは、野党はアベノミクス反対だけで対案がないなんて言ってますけど、ちゃんとよく見てもらっていただきたい。15本もの共同提案の法案をこの間野党は出しています。保育士の賃上げ、介護労働者の賃上げ、被災者再建支援金は500万円に引き上げる、みんな法案出してちゃんと対案示しているではありませんか。一方安倍さんどうか、アベノミクスの3本の矢、新3本の矢、合計6本の矢を放っているのに一つも的に当たらない。そして今アベノミクスのエンジンを吹かす吹かす吹かすというだけで、吹かしてどこ行くのか、吹かして何やるのか、何にも語らない。これではエンジン空ぶかしで排気ガスを撒き散らすだけではないでしょうか。対案を示せなんて言ってる安倍さんが案を示してないではありませんか。野党はアベノミクスでない別の道を行く、国民の暮らしを温める、普通の人から豊かになる、個人の尊厳を何より重んじる、そういう提案をしています。こういう国を作る仕事をどうか皆さん野党にやらせてください。安倍政治を終わりにしようではありませんか。自民党は理念なき野望だとおっしゃる、自民党には言われたくありません。立憲主義を取り戻す、すなわち憲法をきちんと守る、立派な理念ではありませんか。何よりも市民の皆さんが求めている共闘です。市民が求める共闘が野望のはずはありません。これは皆さん野望ではない、あえて言えば希望なんです。皆さんの一票で安倍政治を終わらせることができる、皆さんの一票で暴走を止めることができる、皆さんの一票であの安倍さんの顔をテレビで見なくて済む日が来るかもしれない。希望の一票ではありませんか。希望の共闘ではありませんか。どうか皆さん、桜井満、素晴らしい候補者です。私ども共産党、自分たちの候補者のつもりで全身全霊を挙げてこの大決戦必ず勝ち抜くために力を尽くしてまいります。どうか皆さん、今日お集まりの皆さんが皆さんの周りに広げてください。知っている人には全て桜井にすると声をかけてください。知らない人にも声をかけてください。やれることは全てやってください。やれないことだってやってください。歴史を作る選挙です。必ず勝利をするために力を合わせて、宮城県民の良識を、市民の良識をしっかり示そうではございませんか。どうかよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。共産党書記局長小池晃参議院議員の応援の面でございました。